NHK の坪田です。先ほどの TPP の件で政府との政府間の交渉のことはお話しいただきましたけれども、はい、県として例えば今後県内の農業関係者が、増えてくるかもしれない中、県として何か対応されるような感じはないでしょうか。まず状況を見たいと思います。状況をしっかりと見極めたいと思いますし、まだ新大統領が就任されて新たな方針が口頭で示されたり、また署名されたりという段階で、我が国にこういう形で突きつけられたもって、農業もそうですし、工業もいろんな分野でこういう影響が想定されるということがありませんので、当面は状況の推移を見たいと思いますが、しかし今回のその TPP の批准から、そして新大統領の選出、就任、その後のさまざまな言動に、大変現場の方々が不安に思ってらっしゃる。しかも TPP で合意したことが一つの基準になってしまって、そこがスタート台になって通商交渉が行われるということについても、2国間とは全然違う話の中で、これで大丈夫なんだろうか、どうなるんだろうかという、こういったことに不安を持たれている生産者の皆さん多いように聞いてますし感じてますので、そのご不安にはしっかりと寄り添って必要な対策を。先ほど新聞西川さん、新聞の西川でございます。すみません、トウの話をちょっと聞きたいんですけども、先般、月末ですかね、やって失礼しました。一応回答を島津さんから寄せていただいたという中で、大津市から回答があったということなんですけども、まずですね、もうこれで一応その大津市がやっぱり第一候補になると見といていいんでしょうか。県から市町にご調査をして、その意向をありと決めされたのは大津市さんですので、大津市さんとお話をするのは筋だと思います。ただ、出された、付された条件になるものが、県の条件と、相互がございますので、そこをどう、まずはその、条件の真意を確認した上で、どうすり合わせるのかということが必要になると思います。いずれにしても、この意向調査で、意向を出された大津さんと話をすることは、まさに出されてきた条件といいますか、3分の2を持ってくれというふうな、ことが書かれてたりとかですね、それに対してその他の島津さんからは回答ではないのかも分かりませんが、県の考え方をやっぱり次回というふうな思いがどうも終わりのところもあるようですし、それならば自分とこの温水プールも老朽化してるからやりたいけど、その県のどれぐらい出すのかとかいうことをやっぱ聞いてない以上はというふうな、それもで意外となっての意見なのかも分かりませんが、そういうことをおっしゃってるところもあるという中で、その県の考え方を、どこまでその出していかれるのか、今までも、大まかな方向性でその県として支援しますとか、ということはおっしゃってますが、確かに石橋さんからすると、じゃあどこまでもらえるのか、どこまで関与してもらえるのかっていうのは確かに分かりにくい面も、あることはあるのかなと思うんですが、そこらの県の考え方を示す、それとそこでもう一度また大津以外とかそういうところのお話を聞くということもあり得るのかというところを教えてください。石橋さんからすれば、県がこういう一定の考え方を示し、意向割と示された大津さんから意向あるんだけどもこういう権限だと示されたことを、この段階において県がどう対応するんだろうかというのは当然持たれて当然の僕はご関心事だと思いますので、この状況下で県がどう対応するのか、どういう考え方でどう処するのか、これは島津に対してきちんと説明をしなければならないと思います。その過程において当然大津さんと話をしながら方向性を作りですね、その方向性等について、田島さんとも
話をした上で、まあ、国体だけではないにしろ、国体で使用することになる水泳競技の会場をどう作る、また作るだけではなくどう運営するか、こういう方向性を出していかなければ。ごめんなさい。ということは、そのもう一度やっぱり大津が、まあ、やっぱり第一候補といいますか、そういう、まあ、優先交渉というのか、そういうことになっていくんでしょうか。優先交渉というよりも、一定の条件のことで意向調査をして、意向ありと示された市が大津市でいらっしゃいましたので、その大津市と話をすることは、僕は不可避なことだと思います。不可避必要なことだと思いますので、そこをしっかりと。まずは先ほどその県が、まあ、条件的にやっぱり大津はちょっとなかなか確かに高いハードルは出してらっしゃるのかなという気もしますし、その他の島根さんからするとそこの県がじゃあどれぐらいやってくれるのかわからないという中では、もう一回県がその説明をして、さらにそのまた 再開と求めるというのかな、島根さんから、そんなこともあり得るんでしょうか。まずは大津市さんと話をした上で対応を検討したいと思います。課題は乗り越えなければなりませんし、必要な説明はしたいと思います。吉井さん、で他はいかがでしょうか。あ、はい、ちょうど吉井さん、共同通信の吉井です。どうも。ちょっと関西に関わる話だと思うんですけれども、はい、カジノ法案、はい、統合型、リゾート施設法案が昨年末成立したと思うんですけれども、大阪府などが積極的に、誘致をしたいという考え方を示していると報道にもあると思うんですけれども、そもそも知事のそのカジノを、まあ、例えばご覧になったことがあるかとか、そういう、考え方を、それから関西にそういった施設ができる影響などを、まあ、メリットデメリットなど含めて知事が思われていることをお聞かせいただけますでしょうか。私自身は、統合型リゾート、これでもって、例えば観光の方々を中心にですね、一つのコンテンツにすること、このことには私は可能性を感じています。事実、私自身も政務官として、政務さんやっていた折に成長戦略の一つとして、検討し、その中身であったことは事実でございます。で、まあ、すみません、それを実現するための法律案がどのような内容であったのかというのは私はつまりわけではないんですが、そのことが国会で審議され、さまざまな副作用の面やデメリットの面も十分検討されたかどうかは存じ上げませんけれども、おいて、国会で議決をされ、方向性が示されたということだと思います。でそのことに名乗りを上げて積極的に対応されている自治体がいらっしゃることは承知をしています。特に大阪市府ですか、大阪湾でそれを展開しようじゃないかとこういうことが計画されているということでございまして、このことは関西の観光にも一定の効果をもたらすのではないかと思います。で私自身も、まあ、海外等に視察や旅行に行った折にカジノを、まあ、瞬時ではございますがどういう内容のものなのか、体験したことがございます。で今知事としてですね、このカジノをどう見るのかということですけれども、私は現時点知事として滋賀県でカジノというのは想定していません。むしろ滋賀県は滋賀県らしい観光で、カジノで遊び疲れた方々が癒されに来られる場所が滋賀県ではなかったなというような視点で、捉えているわけです。ただ、まあ、県内にもさまざまな事業者さんがいらっしゃって、その紅葉に期待をされる方やそういった方がいらっしゃることも一部承知しておりますが、まあ、全体的には滋賀県の方でカジノというのは始まらないのではないかなと思います。政務三役の時にその、まあ統合型リゾートのことを検討したということを、統合型リゾートを含む成長戦略について、その時はカジノに対するデメリット、メリットの議論とかっていうのは、その細目まで十分ではありませんでした。
当時観光に対する施策をようこそジャパンからエンドレスディスカバリーということで、ロゴも変えて、さらにその1000万人を突破する、例えば訪日観光需要だとか、10兆円に至る国内観光需要を喚起活性化させるためにどういう方策があるのかという中に、例えばこういったカジノ統合型リゾートですとか、あとは休日の分散化といった諸施策を検討いたしましたが、それぞれの個々細目について国交省内で政務参与で検討したということは、まだまだ十分、その当時は十分でなかったと思います。カジノは一方でその風紀の乱れみたいなのを懸念する声があって、国民は6割ぐらいが反対しているという調査もあると思うんですけれども、そういったデメリットについてのお考えは、当然の不安だと思います。一定 の, その経済的効果がある反面で、依存だとかかかる債務の問題だとか、地域にもたらす風景の問題だとか、こういったことはあると思いますので、当然そういったことを総合的に判断されたり、そういったデメリットマイナス面が出ないように対処されたされた上での施工になっておると思います。いや、当然じゃあ知事と市販、まあ、カジノで疲れたら美容院に来てという私は滋賀県の知事として県内にそういった施設を作るという考えは現時点で、時間はいかがでしょうか。毎日毎日ですけど、今年の1月14日にプリンスホテルで新春御礼会だと思うんですけど、これは滋賀県の行事公務としてされたんですか。政務として公務として公用で、いわゆる政治資金パーティー、はい、その使い道ですけれども、来年の7月に備えて思うんですか。1月に、これはまあ知事になってから毎回開催させていただき、今回で3回目でございますが、政治資金規正法に基づく政治資金パーティーとして開催をさせていただいています。その結果いただいた収入、また使った支出については、これまた政治資金規正法上に基づく収支報告を全て報告をさせていただいています。もちろん知事としての公務は歳費をいただきながら知事として行い、その範囲内で行いますが、しかし政治的にもしくは私的に勉強しなければならないことや会わなければならない人がいるわけで、それを政治家三日月大臣の地肉として知事としての公務に当たる、この公私の区別、公政の区別をですね、公と政務の区別をつけながら対応するためにもですね、かかる費用等については、多くの皆様方からご協力いただき、そのための手段として、ご礼会を開催させていただいておりますので、何のためのということは、広く今申し上げたい、私自身の地位です。時間もまもなくですが、いかがでしょうか。ございますけどもいいですか。それでは内容ですので、本日の定例記者会見に終了させていただきます。どうもありがとうございました。